牛込柳町鉛中毒事件とは、1970年に東京都新宿区の牛込柳町交差点付近に住む住民の血中から高濃度の鉛が検出されたことで自動車排気ガス汚染の深刻化が指摘された事件。柳町鉛害事件とも称される。その後の調査によると、当初報道された水準の汚染は確認されなかったが、 日本における有うまりガソリンに対する規制強化のきっかけとなった事件である。牛込柳町交差点は、大久保通りと外苑東通りの交差点であり、混雑のため車の滞留時間が長く、谷底のような地形であることから、自動車排気ガスによる一酸化炭素濃度が都内で最も高かった。この地区の住民には呼吸器系疾病が見られ、 柳なぎ超前速とも呼ばれていた。そのさ中、か、1970年4月に、文京区医療生活協同組合による集団検診が行われると、交差点付近の住民に、血中に平均で47.4マイクログラム、最高で 100cc あたり138マイクログラムの鉛が含まれていることが判明した。これは、一般的な値の7倍近い数字であり、労働者における、 労災認定基準の60マイクログラムをも超える値であった。この数字は新聞などマスメディアで大々的に報じられ、当時自動車ガソリンに加えられていたテトラエチルナマなどの鉛添加物の規制が強く求められることとなった。東京都はこの検査結果を受け、改めて集団検診を実施したが、この時には文京区医療生活共同組合によって、 指摘されたような血中鉛濃度は確認されておらず、100cc あたり138マイクログラムという検査、結果の信憑性については疑問も提されている。ただし大気汚染と血中鉛濃度の関連は指摘されており、排気ガスにより鉛汚染が生じていることは、東京都による調査結果からも示唆されている。鉛中毒の報道を受け設置された信号機。 2015年に撤去された。報道を受け、警視庁は、交差点の交通量軽減を図るため、大型車の交通規制と、交差点に滞留する自動車を減らすための信号の増設を行った。前後に増設する信号を、本交差点の信号と連動させ、交差点より手前に停止させることで、交差点への長時間の滞留を防ぐ措置であった。これは、ノンストップ作戦。 柳町方式と呼ばれ、同じく汚染の激しかった、都内9カ所の交差点でも導入が検討された。1970年6月5日には、廃屋ガソリンに対する火炎量の半減が、通産省より通達された。それによると、アンチノック剤として1ガロンあたり 2.2cc まで、認められていた火炎を、7月1日までに 1.1cc に減じ、レギュラーガソリンについても、 火炎量を減らしていくこととされた。また、5年をめどに完全な無煙化を実施することが決定された。その後、ガソリンに添加される鉛の無煙化は段階的に進められ、1975年にはレギュラーガソリンの1983年にはハイオクガソリンの無煙化を達成した。これは世界において最も早い達成となったが、 牛米やな町鉛中毒事件が交通公害として大きく報道されたことは無縁化が推進された要因の一つである。文京区医療生活協同組合による集団検診では血液 100cc あたり138マイクログラムという高い水準の汚染が確認されたものの東京都の実施した集団検診では異常が認められず、 文京区医療生活協同組合による検診結果の信憑性は疑問視されている。読売新聞の取材によると、文京区医療生活協同組合による採決は、印刷工場の駐車場という鉛量が多い環境で行われており、結果に影響した可能性があると指摘されている日清ザトラック2016年11月号。 ピアニッシモ、106から109、運送事業のシロン東京、柳町鉛街、ハット ABC 朝日新聞1970年5月22日、東京版長官3面、排気ガスで広がる鉛中毒新宿、ウーシゴメ柳町交差点、朝日新聞1970年5月30日、東京版、夕刊1面 ABC 公衆衛生34、ピアニッシモ、61、 鉛による、大気汚染の防止対策について、ハット AB 朝倉書店、環境科学の時点 P77 鉛汚染牛込柳町鉛中毒事件 ?ABCD エネルギー史研究会、エネルギー史研究、石炭を中心として22巻ピアニッシも1から19、日本におけるガソリン無塩化の経緯と通算省の役割、板垣明、土井、10.15017、 4257、朝日新聞1970年5月31日、東京版長官3名、読売新聞1970年9月29日、長官24名。ありがとうございます。